エモヤンの人生ふらりつまみ食い。皆さんこんにちは、江本武之です。今日は、仕事の行き帰りに、ちょっと時間があったんで、京都の東寺に今来ております。もう弘法大師の、この由緒ある東寺です。私はもう数十年来ちょっと暇を見つけたり時間があったり、また直接ここをめがけて来たりということで、随分この東寺さんには、来させていただいてます。でここへ来るとね、何かねやっぱり、自分の気持ちの持ちようでしょうね。人間いろいろありますから、やっぱりそういう時にこう来てちょっと気持ちを落ち着けるのでですね、素晴らしい場所で、日本の歴史と伝統と、またそういったその自分の心を癒せる、素晴らしい場所としてですね、この当時あるわけです。でぐるりとここを回って、そこの、薬師如来さんだとか大日如来とか、いろんな素晴らしい仏像を納めてある歩道が2棟立って、でそこを、ぐるりと回って、そしてお参りをしつつこちらの方に回って、五重の塔をこう眺めながらですね、心を落ち着けるというこの私の癒しのコースです。皆さんいろんな癒されるそういった場所をそれぞれお持ちでしょうけど、私にとってはこちらは大観光地ですけど、なぜかこの当時はですね、真言宗の本山というか、高野山もねそうですけど、素晴らしい場所で、私にとって本当に一番癒される場所なんですね。ぐりっと回っていくといつもそこにちっちゃな茶店のような、お土産をちょろちょろと買ってます。そこのおばちゃんも、来るたびに、声をかけてくれてですね、お茶一杯ごちそうやで、ちょっとした生八つ橋とかね、京都のね有名なものがあそこに、それからお茶とかも置いてありますから、それを、買って、そしてここに座って、そして五重の塔を見ながらね、こんな塔は日本ではここしかありませんので、とにかく今日は、中のお堂を見れるというですね、ラッキーな日なんですね。でここへ来た来ても普段は閉まってますから、で私以前結構上の方まで空いてる日があってですね、見させてもらったことあるんですけど、これはよく考えたらですね、何百年も経ったこの五重の塔がですよ、これ現在もこうしてあるっていうね、これだけでもね本当にすごいなと、もろもろ、日常いろんな人間というのは、ありとあらゆるね、悩みや嫌なこともあるでしょうけど、でもこういったものを歴史を振り返りつつですね、思いつつこう見て、ゆったりするというと気持ちも広くなりますしね、自分なりの癒し方を私はやってますけど、こちらは皆さんもぜひね、このコースこう来てでこうゆったり見てね、でその辺歩いてプラプラ帰ると、そこにちっちゃな池もいっぱいあって、神原スポンスポンいないでしょう、いたり、何とも言えない京都の風情で、やっぱ観光客の方も大変多くてね、京都駅から近いので、京都駅でちょっと降りてすぐパッとここへ来るということで私も来てますけど、皆さんも非常に近い場所なんでね、ぜひ来ていただきたいと思います。で毎月21日は朝この境内のその敷地の中で、弘法大師の日にちなんで、いろんなものをこう青空市みたいなものをね、もうその何百年前からやってるその伝統の市場が、そういった場所がありましてね、骨董品やとかね、いろんなそれぞれ持ち寄ったものが
あります、まあ、そんなことで、まあ本当はじっくりこう皆さん見てもらいたいんですけど、まあ、私は唯一、江本かと思いがちでしょうけど、割り方京都はなんか自分なりに、利用させていただきます、まあ、皆さんそれぞれ思いをお持ちでしょうか、ぜひ来ていただきたいと思います、そんなことで、京都の旅でございました。